ございました。こちら。もうビデオのパッとスイッチを押した音でも開始が分かるっていう反応になってきてますけど、あなたの心のもみじまんじゅう大地が白です。前回とこれも同じこと言ってるかな。はい、今日は秋の国一宮厳島神社です。まあこれも2回目やね。2回目来てますけども、前回はちょうど鳥居まだ工事入ってなかったんで、で干潮で麓まで行けた鳥居のっていうすごいラッキーなシチュエーションやったんですけども、今回ここでもし海外から来てってやってくるとすごいアンラッキーなシチュエーションじゃないかなと思っております。でまあこちら向こうにね見えますけど、すごい観光客の数がすごいです。でおまけに結婚式までしててすごい人になってます。で当然あの12時満潮なんで、もうすぐしたら満潮になりますけども、潮が上がってきてて、まあ大鳥見られへんのは残念やなっていう話ですね。ただこれも修理しないと、この間前回来た時にかなり腐敗してた部分があるんで、多分今年いっぱいかかる、来年までかな、かかるんじゃないかなと思っております。台風とかもあったし。はい、こちらご祭神は厳島姫の御事。はい、受け井天照大神とスサノオの御事、受け井を交わします。もう暴れめ、もう私暴れませんとスサノオが言って、じゃあ私のこの勾玉を砕いて神様作りなさい、あなたのその剣を貸しなさい、私はそれを砕いて神様作るって言って作った神様のうちの一人、それはあの天照大神が砕いた方の草の剣から生まれた神様、三姉妹のうちの一人です。前回よりもちゃんと言えてると思います。まあ、前回の絵も出しますけど後で、何を言うとしたかな、そうそう、平将門公がすごくこよなく愛した神社でもあります。だから清盛、平の清盛か清盛神社があります。向こうに行ったそれもございます。ということでこの辺であの前回のシチュエーションとチェンジしたいと思います。チェンジはおいくらですか。5000円高いな。自分ちょっと写真と全然ちゃうでよ。はい、皆さんこんにちは。あなたの心のもみじまんじゅう大志学です。今日は本日こちら秋の国厳島神社に来ております。はい、ここはねご存知の通り、どっちだったっけ、ご祭神は厳島姫の御事、タゴリ姫の御事とかですね。すごいですよ。まあ、大鳥居も修復中でこれから修復する感じなんですけど、今このタイミングで来て、まず天気が良くて、まあ、雷通りしていって、で潮が引いてる状態で来れるというのはかなりラッキーです。今日ここに来てる人はみんなラッキー。こんな状態で見れることはまずないんで、もう大体海に浸かってる感じが多いですね。はい、ここへどっちやったっけ、平将門やったっけ、源頼朝やったっけ、平将門か、源頼朝って平将門か。明日は狩りで、あとお能の舞台もあってね、こう迷路みたいな本部になってますので、今まで来た時はぜひ。はい、じゃあこれからもみじまんじゅう食べて帰りましょう。ただ。
どうも、画伯です。夏も近づく、走る蜂屋とは茶摘みという歌で有名ですが、雑説と言いまして、二十四節気や五節句の他に、季節の移り変わりを分かりやすくするために設けられた特別の歴日で、立春から88日目を言います。春から夏に移り変わる節目の日で、夏の準備をする縁起のいい日と言われ、気候が安定するので種まきや茶摘みに適しているとされているのです。今年2021年は5月1日がその日だそうで、いろんなことでまだまだ苦しんでいる節操ですが、心機一転、気持ちを切り替えて何かを始めてみるのも良いかもしれませんね。暗い話ばかりでよどんだ心の中を換気するつもりで解き放ってみて、そうして見えてくる風景が雄大な自然の中にある新緑のような、そんな清々しさがきっとあなたを待っている、そんな気がする今日この頃です。はい、なんてお茶目なことを言ってやがりますが、お茶だけにね。さあさあ、気を取り直して、今回も張り切って画伯流に、画伯の言葉で紐解いていきましょい。厳島神社の創建は推古天皇元年、当地方の有力豪族佐伯倉本が社殿造営の信託を受け、勅許を得て三笠浜に一木島姫の御事を祀る社殿を創建したことに始まるとされる。厳島は島中央の御前山頂に巨石群があり、山岳信仰、巨石信仰の対象であったのでしょう。平安末期になると神主佐伯景弘と当時の明森の平の清盛の結びつきを契機に、平家一族からの崇敬を受け、平家滅亡後も源氏をはじめ時の権力者たちからの崇敬を受けるが、二度にわたる消失があり、現在残る社殿は任治年間1240年から1243年以降に造営され、厳島は神の住む島だから禁足地にするねと火災を回避する形をとった。だから鎌倉時代までは廿日市市にある地御前神社で主な祭祀が行われていた。時代の情勢が不安定になった南北朝時代前くらいからは、その禁を破り社人や僧侶たちが勝手に島に渡り住んでいたとか、戦国時代に入ると厳島の戦いで勝利した毛利元就が崇敬し社殿を修復し、豊臣秀吉も九州遠征の折に造営を行っている。そんな歴史のある神社なのである。安芸の宮島とは皆さん知っている事柄ですが、現在はユネスコ世界文化遺産に登録されております。御祭神の宗像三女神は受け入れ誕生した神々でありますが、佐伯倉本が五カラスの先導のもとに海水の差し引きするこの地を選び社殿を建てたとあります。ではなぜ宗像三女神なのか、まずは祀った経緯の伝承があるので、それを。当時七つの美声で鳴く鹿がいるとの評判が立ち、天皇が誰かあの鹿を捕らえてみせよ、ペットにするつもりじゃと仰せになりました。朝廷に仕える公家たちは誰も行こうとしないので、宮廷稽古の役人であった佐伯倉本がこの役を買って出ました。鹿は素早くなかなか捕らえられません。そこで倉本は、見たいと言ってたから生け捕りでなくてもいいんじゃね、ペットとか言ってたな、まあいっかと考え弓矢でいて捕らえました。この行動を
妬みもあってか公家たちは、この鹿は黄金の鹿で神の使いであるぞ、ペットにすると言っていたのに殺すとは重罪にすべきだと申し上げ、天皇も蔵元を重罪人として安芸国の笹良浜に流しました。蔵元は役人の生活から一転して片田舎の生活になり困ってしまいました。それから2ヶ月余り経った頃、黒松島の西方より紅の方を張った船が3人の姫を乗せてやってきました。蔵元は姫から、我々はもともと西国にいたが、思うことあってはるばるやってきた。この地に住もうと思いゆえ、これより我が住むべき敵地に案内してくれと頼まれたので、それなあ、ついてきてくださいねと黒松島の七浦をめぐって案内したところ、三笠の浜に来た時、あら美しいと言われた。このことがきっかけでこの島を厳島と呼ぶようになったとさ。蔵元は姫から本殿を造営し、自分を厳島狼として祀るように言われましたが、あのさ、重罪人になってる身でそんなこと言えるわけねえだろ、だいたい信用さえしてくれねえよなと朝廷に申し上げても許可をもらうためには相当の理由、霊剣などがないと不可能であることを述べました。姫は、なんちが宮廷に奏状申し上げる時刻、宮廷の牛虎の空に客星の奇妙な光が出現し、宮廷の公家たちを驚かすであろう。その時多くのカラスが集まり、宮廷の榊の枝をくわえるであろう。そのことを証拠とするように約束して奏上せよと言われ、蔵元はこのことを半信半疑で天皇に奏上しました。その時まさに姫の言った通りのことが起こり、天皇は感激せられ、正しい信託と判断されました。このことでこの地方の軍名が佐伯郡と定められ、蔵元は厳島神社の神主に命ぜられましたとさ。はい、また盛りましたがすみません。なんていう霊験著しいお話がございますが、なんで祀ったのかという理由ではなくない？知りたいのはなぜこの三女神を祭祀したのかということです。宗像三女神であるならば、宗像大社からの感情である可能性が高く、社名も違っていたはずであるからして感情ではないということが明らかで、実はとある説がございまして、もともと創始当時にお祭りされていた神様は宗像三女神ではなく厳島神という神様だったのよ。山岳信仰、巨石信仰がもともとなので、神社のある宮島そのものが御神体で、たまたま名前が一文字違いであった女神様、厳島神を厳島姫神と同一神とみなして、さらにお姉さんたちも一緒にくっつけちゃって、はーい、宗像三女神ですとなったのではなかろうかという話でありますな。これはなかなか信憑性が高いですな。でも名前が似てるからといって解明されちゃたまったもんじゃありませんな。君なんていう名前？大地画伯です。え、私の知ってる大地画伯と似てるね、名前。え、そうなんですか？じゃあ今日から君大地画伯ね、なんて話でしょう。まだドイツ画伯や大国画伯じゃないだけいいけど、いやーよくねえよな。神様もたまったもんじゃないでしょう。そんな感じで解明された神様はとてもとてもたくさんいるんだろうなと感じざるを得ませんです。はい、長くなりましたがこの辺にして、あ、そうそう、大鳥居の亀裂に硬貨をねじ込む人がいるようなので
ここで一括しておきましょう。亀裂にコイン入れたら亀裂広がってまうやろ。大鳥壊れてまうやろか。ストップ、コインねじ込み、かっこ悪い。厳島神社へのアクセスは車なら山陽自動車道、廿日市インターチェンジ、大野インターチェンジからそれぞれ約15分、電車なら JR 西日本宮島口駅、広島電鉄広電宮島口からフェリー乗り場へ、宮島松田駅線 JR フェリーいずれかに乗り宮島へ、神獣である鹿が歓迎してお出迎え、あなたの食べ物をねだってくる。気をつけないとよそ見している間に横からかじられたりなんてこともある。荘厳な景色と鹿との触れ合いが魅力的、そんな厳島神社にぜひ一度お参りください。はい、というわけで厳島神社行ってまいりました。いや、厳島神社は何度行っても、綺麗な神社でございます。まあ、いろいろね、境内に入るのにお金かかったりとかしますけど、こちらのですね、拝殿前の祓い殿とかあの辺ではですね、声優であり歌手である坂本真綾さんがねライブを行ったということでも有名ですけどね、まあ、先日横浜アリーナ行ってきましたけど、鳥居が何といっても魅力的ですが、2回目行った時はもう工事に入ってまして見れませんでした。あの大鳥居ですけども、実は中にセメントが5トンぐらいなんか入ってるらしくて、で特に基礎とかこう深く掘って立ってるわけではないんですね。その5トンの重みだけで立ってるという素晴らしいものでございます。クスノキを使用したりねしてますけども、回収した後どういう大鳥になっているのかも楽しみです。ということで、もみじまんじゅうと鹿が有名な宮島にあります厳島神社でした。この動画いいと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。よろしければベルマークの通知登録もお願いします。それでは皆様、次回の一旅でお会いしましょう。アディオスアミゴー。ぴょん。立ち止まって見上げてみて、きっと全てに意味があるはずさ。君のいる世界素晴らしいことが待ってる。何度くじけそうになっても僕らの未来は歩き出す。僕らの未来は歩き出す。